やっぱり2019年の1月1日も発売されるんだね。はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら。アピタピアゴオリジナルギリシャ国旗タイプを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはアピタピアゴオリジナルのギリシャ国旗タイプだね。今回で第32弾になるのかな。でボディカラーはブルーだけど、水色まではいかないけどちょっと薄めのブルーだね。でフロント周りはこんな感じだね。グリル周りは樹脂パーツになってます。トヨタ 2000GT は安定のデザインだね。でボンネットはこんな感じだね。ギリシャ国旗がデザインされてます。でルーフの部分はこんな感じだね。32がプリントされてて、グリースレーシングチームってプリントがあります。で横から見るとこんな感じだね。ここにも32番がプリントされてて、ここにもグリースってプリントされてるね。で後ろの方はこんな感じです。テールランプはクリアパーツだね。でマフラーの部分は黒く塗り分けがされてます。で運転席側はこんな感じだね。助手席側とデザインは同じになってます。でルーフの部分を見るとこんな感じだね。この国旗のホワイトのラインがずっと横に入ってるんだね。爽やかな感じだね。でタイヤの方はサスペンションがついてます。でドアの開閉がついてるね。で裏の方はトヨタ 2000GT 2002年のシャシーになってます。ここもいつもの国旗タイプと変わらないね。でいつもこの世界の国旗トミカで思うのは、国旗のデザインってどんな感じだったかなって今回確認してみると、これがギリシャ国旗だね。ボンネットにデザインされてるのがそのままの形かな。でボディカラーはちょっと想像してたよりもちょっと薄いブルーだね。箱のパッケージだとこんな感じだね。箱の方は少しこう濃いブルーに見えるけど、実際は少し薄いブルーになってます。箱の方は正面のパッケージに特注トミカの写真だね。でここにアピタピアゴオリジナルのロゴがプリントされてます。で側面はこんな感じだね。で裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はアピタピアゴオリジナルの世界の国旗トミカギリシャ国旗タイプを紹介しました。もう世界の国旗トミカって第32弾になるんだね。これどこまで続くのかな。で2019年の1月1日も世界の国旗トミカが発売になります。ちょっとホームページ見てみようかな。これだね。アピタピアゴオリジナル世界の国旗トミカトヨタ 2000GT 日本国旗タイプ第6弾の歌舞伎って書いてあるね。で横を見てみるとこれだね。歌舞伎のデザインはこのボンネットの部分かな。ここに出てるね。今回は日本国旗第6弾で、日本の伝統芸能の一つの歌舞伎をイメージしたデザインをボンネットに描いたトミカですって書いてあるね。で横の部分には富士山とかもデザインされてるみたいだね。で上の方を見ると予約商品1月1日発売になってるね。まだタカラトミーのホームページの方には更新されてないけど、アピタの方のインターネットショップの方には出てるね。で予約開始日はここだね。12月4日の10時からオンラインショップでは予約が受付されます。で今回から販売価格が変わったね。本体700円になってるので、以前の600円よりも高くなってます。値上がり分がデザインに反映されてるといいけどね。で1月1日のお正月って結構みんなゆっくりしてるのかな。アピタピアゴが発売するっていうことは、トイザラスもひょっとしたら出てくるかもしれないね。お正月早々アピタに行ってトイザラスに行ってって大変だろうから、
12月4日のオンラインショップでの予約をしておくといいかなと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。